こんばんは。7月28日金曜日、時刻は20時を回りました。ウェザーニュースライブムーン、この時間は時田瑞希がお送りしていきます。よろしくお願いします。さて、この番組のカメラが新しく変わりましたね。すごく高画質になりまして、色合いも鮮やかですね。なんだかこうメイクの色合いとかもより伝わりやすくなったんじゃないかなと思って見ておりました。あとはこの背景がぼやけてるんですよね。フォーカスが私に合っているので、それ以外がアジサイとかもボッケボケボッケボケになっていますあの全部のカメラが高画質になったということで、あの予報センターさんもねすごく高画質で、今日朝かな、吉野さんがすごく高画質でお話ししている動画が上がっておりまして、はあ、全部高画質綺麗だなと思って見ておりました、うん、ただねニキビができたら困りますねスキンケア頑張らないとねえ、ムーンの後にラーメン食べてうまーとか言ってむくれまくってニキビができたらもう終わりですね、うん、気をつけながら過ごしたいなと思っておりますいや休まないですよ休んだら、あ、昨日ラーメン食べたんだなむくれまくったんだなってそんなことで休みはしないですけれどもね